大人の世界にようこそ。祝リリース2000日記念チャンスアップ選抜ガチャ。あれなんか前見たぞっていう思ってる方、なんとね2回目おかおりですね。はい、前引いたんですけども、まあ、バイキングマンも出なかったし、この2番目のソルジャーも出なかった。で前回フィオナがね出てくれて、これはまあちょっと収穫だったんですけれども、まあその他にも、まあこのようにマリポーサだったり、ゼブラだったり、そしてなんといってもね、なんだかんだ言ってやっぱ欲しいのがマリさん、ウェディングマリさん。ネプチューンマンでね、使えるんで、まあフィオナもね、ネプチューンマンの劇中だっけかな、極中かな、極中で使えるんですけど、やっぱりマリさんの方がね、確かなんだっけ、マリさんのね、電流爆破ロープ、火山弾回復、カウンター、ゼリーボディ無効、ゼロの領域無効で、回復、攻めの祈りってやつでね。これがね、やっぱり欲しいんですよ。ちょっとね、どうしてもネプチューンマンのところでね、2000万パワーがクリアできなくて、ちょっとね、欲しい。それでまあ、超人の間もなんかね、協力プレイで、新しい方と協力プレイすると超人の間1個もらえるって方で、どんどん溜まってって177個まで溜めたんで、まあ119個でね、これね、48連ね、引けますんで、またね、これやってみたいと思います。はい。まあ今度はね、前回ちょっとね、復調の兆しが見えたんで、ね、ちょっと引けるんじゃないかなと思って、まずは無料ガチャから、はい、気楽な気持ちで引きます。はい。必ず星5ですね。はい。まあこれではあんまりろくな調子に出てきたことないです。おっていうのはないですね、ほんと。まあね、まあ、って、持ってるって、これね、ベルモント、はい、ね、この辺ですよ。うん、じゃあ行きますよ。メイン119玉。はい。119足す119で、238玉使うことになりますね、合計で。ね、96連。ね、大勝負になりましたね、そう考えるとね。96連引けば、まあ、ソルジャーかバイキングマンか、ね、まあ、この中だとフィオナしか持ってないんでね。ここにいる6体のうちの最終的には3体ぐらいゲットできたら嬉しいですね。まあ、フィオナ取って1体なんで、あと2体ですよ。欲しいですね。はい。ということで、まあ、ラインナップは前回見たんでいいでしょう。48連ということで行ってみたいと思います。まず1回目。はい。今回はね、演出ありませんので、ピックアップもないんで、いきます。純粋に勝負ですね。48連なんで、まあ、5体は欲しいな、今度はね。はい、前回4点かな。はい、じゃあ首投げ。はい、さあどうなんでしょうか、このおかわり勝負は。うっ、苦しい、出だしから苦しいまた同じスタート。おお、違うよ、今回違うよ。ブロンズで止まって、そしてブロンズで止まって、うん、シルバーなり、うん、ゴールドなり、そしてね、あー、ビビンバ、振り袖ビビンバ、季節外れ。まあ、一体、まあ、出たけどさ、はい。まあ、しょっぱなはね、まあ、スルーでもって思ったんですけども、しょっぱな今ね、11連ですよね、これね。11連で、まあ、一体出てくれたんでね。まあ、出だしとしては、まずまずって感じじゃないですか。じゃあ、2回目16連。超人の目40玉。はい。ここでやっぱりね、まあ、2体とか出てくれれば、あとはね、安心して3回目引けますんで。2回目、16年。ちょっとね、そういうのじゃなくて、いいの欲しいな。いいの欲しい。お願いしますよ。いいのというのは、ソルジャーとか、バイキングマンとかそういう話。リベンジャー。はい。ここでね、複数体。おーみたいな感じで。1個、おい、きれいに金で2個、3個、来たよ、来たよ、そして止まったよ。え、やっぱ違うか、アリサか。まあ悪くないけど、持ってないからね。そして、止まんないか、ここは止まんないか。うん。はい。でも金がポンポンとほら、連続の。はい。そして、止まんない。そして、止まんないのか。止まんないのか。これ前回のフィオナですよね、きっとね、緑フィオナ。あと、ウォーズマンか。でも3体も出てくれたよ。ということで、もうね、もう5体以上出ること確定しました。1回目1体、2回目3体ということで、もう4体です。それで最後は星5。ね、
必ず1体は出ますんで、まあ、5体は確定ってことですけど、まあ、21連なんでね、これちょっと副賞、ここでもう2、3体出るようだったらもう完全副賞と言ってもいいんじゃないでしょうか。さらにそこにね、バイキングマンとかソルジャーが出てくれたらもうね、やりましたよですから。まあ、マリさんもそうですけども。では、ラスト。48連。ラスト3回目いきます。はい。いいですよ。いい流れ。さあ、ここで。首投げ。やっぱり首投げね。困った時の。ラスト。ラストは長いぞ。大きいのたくさんある。固まってるよ。苦しい。1個。1個あった。2個。3個。3個。よし。また3個だよ。よし。よし。完全復調でしょ。これはもうね。そして中身がもう伴えばね。これで中身がもう、ね。たまらんばいですよ。おお、止まった、止まった。止まったよ。で、なんだ？なんだ？おお、ウェディングマリさん来た。ウェディングマリさん来たよ。よーし。まずは1体出た。はい。そして、ここで止まってくれよ。止まってくれよ。あー、ダメか。え、ラストは、ラストは、おー、止まった、ラスト、止まった。ね、なんだ、なんだ、出たー、出たー、バイキングマン。すごい、今回すごかった。あ、まだ経験ポイントが、はい。今回ちょっとすごかったぞ。ちょっと見てみよう、これ。もうどんだけ出んだよ。出すぎですね、これね。出しすぎちゃった、今回。はい、ちょっと見ましょう。おてんば娘。はい。おてんばピー。あ、これあれなんだ。絆の底力からついてるんですよね。持ってくかもしんないな、これは。うん。だいぶ季節外れのね。うん。書道するやつですね、これ。うん。はい。鍵爪アタックね。はい。ビビンバ。まあね、絆の底力もあるし、いいでしょう。ね、ノビマスクの奥さん、アリサ。うん。ロンドンのオフィスレディーっていうのかな、これは。うん。はい。炎、爆破ロープ、巻き菱、ロー。アプロウィンドウ向こう回復。ゼロの領域向こう。はい、いいですね。はい。人間です。はい、そりゃそうですね。そして、このウォーズマンはね、まあ複数でいっぱい持ってるな。星5でも、星5と6で1体ずつ確か持ってます。はい。結構全体攻撃が強力なやつね。必殺技のベアクロム装ってやつね。うん、いいです。これも。うん。いい超人。これは前回ね、出てくれました。フィオナ。うん。2体目ですね。もう早くも2体目。うん。ということは、じゃあ前回の星6まで上げたんで、今回星5で取っときましょうか。このフィオナね。うん。はい、来ましたよ。はい、4体目。うん。はい、そして5体目。出てくれましたね。もうね。これでやっとネプチューマンクリアできますよ。はい。最愛のあなたと永遠に二階堂マリ。電流爆破ロープ。火山弾回復カウンター。ゼリーボディ向こうゼロの領域。今回人間が多いな、なんかね。うん。はい。というか、女性キャラが多いのか。うん。女性キャラ多かった。うん。マリさん、これ嬉しい。うん。そして、これはまあね、うん。チョコレートのやつだね。確か、バレンタインのやつだね、これ。二階堂凛子、初恋の予感2000番。うん。これはね、もう持ってます。はい。うん、そしてね、今回の目玉がもう最後の最後に、最後の、ね、星5の確定のやつで来ましたね、これ。まさかのね。ドラマチックにね、また出てくれましたよ、バイキングマン。はい、やっぱりこれ、悪魔将軍のモデルになった超人みたいで、実際には話、物語の中には出てこないんですけど、まあ、ということで。まあね、2000日記念ということで、記念の超人が出てくれたんでいいんじゃないでしょうか。ホノロペブスト、コリロペブスト、うん。これでやっとドゥームマンのね、クリアできますよ、2000万パワーのやつが。はい。じゃあ、というわけで、はい、今回の収穫。ね、5、6、7体。48連で7体という素晴らしい結果ですね。いや、これはもう完全副賞でしょう。もうね。今回はもう、しかもね、バイキングマンという一番の目玉が出てくれましたし、もう言うことないです。マリさんも出てくれましたし、はい。これはもう次回からもうね、復調した私、ね、引きの強さをちょっとね、見せられると思いますんで、ぜひご来てください。というわけで、本日も、前回に引き続き、2000日記念の、ガチャの方を引いてまいりました。7体出ました。はい。じゃあ、というわけで本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。